宮城県塩釜市の離島、浦戸桂島。人口およそ190人のこの島に、子供から大人まで多くの人たちがフェリーに乗って続々とやってきました。海苔の養殖などが盛んな桂島ではこの日、震災からの島の復興を願う海苔フェスティバルが開かれました。イベントでは、プロのダンサーが振り付けした海苔海苔ダンスや、塩釜の小学生とミュージシャンが一緒に作った曲、ノリノリロックなどが披露され、会場を盛り上げました。ありがとうございました。また、地元の海苔を使った海苔巻きや、フランス料理のシェフが考案した海苔パンなどが振る舞われました。海苔パンは海苔を練り込んだフランスパンにマグロと刻み海苔を乗せた一品です。イベントは塩釜出身のスキー選手畑中美幸さんをはじめ、島の住民やボランティアが協力して企画運営したものです。畑中さんは震災直後から塩釜でボランティア活動を始め、桂島で定期的にボランティアツアーを開催したり、島の海苔を使った製品をプロデュースするなど、浦戸諸島の復興に取り組んできました。ごめんなさい、海苔巻き、人数まだいます。イベント当日の早朝も、畑中さんはボランティアへの指示で大忙しでした。コップもあさり汁で使うんで大丈夫です。初めてお会いすることができて、この日は塩釜から臨時のフェリーが出て、およそ900人が島を訪れました。地域の人々とボランティアが協力して作り上げた海苔フェスティバルは大盛況となりました。ありがとうございました。塩釜の浦戸諸島が皆さんボランティアさんのおかげでここまで復興ができましたといった気持ちを込めた、お祭りになりました。今後こちらの島ではたくさんおいしいものが取れるんですね。シラウオだったり、もちろん素潜りで、アワビとかウニとかも取れますので、そちらをぜひその日でこう作って食べてもらうようなレストランとは言わないんですけども、何かこう取れたてのものをご飯を入れて、おまけに海苔を引いて丼物にして、その日のこう、まあ、浦戸丼なのか浦戸アイランド丼なのか、ちょっと丼名をつけてこう毎回出せるような、そういったレストランを作りたいんですけども、ちょっとまだ大事にちょっと資金がないので、そちらの方をちょっと作っていきたいなとは思っています。復興は進んでってるんですけれども、やはりどんどんやっぱり宮城県とか東北地域にですね、なかなか足を向ける方がやっぱりどんどん津波の被害が風化してって、足を向ける方たちがちょっと少なくなってきてるのもあると思うんですけれども、ぜひこれを機にとは言わないんですけれども、ぜひ自分たちの目で見て実感をしていただいて、ぜひ東北の方にお越しくださいというか、来て見て触って触れて食べて復興になるので、ぜひ東北の方に来ていただきたいと思います。浦戸のり、牡蠣もね、牡蠣もよ